お元気ですか、木趣味です。今回はサッカー日本代表チームチップス開封動画2回目でございます。それではね、早速開けていきたいと思います。ね、皆様もご存知の通りね、スペインに勝ったというね、大金星をね、あげましたのでね、私もね、途中まで見ましたけどね、ちょっとね、あまりにもびっくりすぎてね、目が覚めてしまいました。とにかくね、じゃあ早速開けていきたいと思います。まずはですね、一袋目でございます。田中碧選手でございます。でこちらね、チェックリストでございます。2袋目でございます。と古橋亨梧選手でございます。小川陽也選手でございます。3袋目でございます。長友佑都選手でございます。久保建英選手でございます。4袋目でございます。と木田カード出ましたね。遠藤航選手の木田カードでございます。オナイウ、アド選手でございます。5袋目でございます。またキラカードが出ましたね。伊東純也選手の、キラカードでございます。これ多分2回目だと思います。中谷慎之介選手でございます。6袋目でございます。大迫勇也選手でございます。で室谷聖選手でございます。7袋目でございます。またキラカード出ますね。森田秀政選手のキラカードが出ました。で鎌田大地選手でございます。8袋目でございます。板倉滉選手でございます。で吉田麻也選手でございます。9袋目でございます。山根美希選手でございます。伊東純也選手でございます。でラストの10袋目開けたいと思います。田中碧選手でございます。で最後は谷口彰悟選手でございます。以上でサッカー日本代表チーム、ごめんなさい、サッカー日本代表チームチップス開封動画2回目のを終わりたいと思います。で今回はですね、この3人の、
先週ね、3枚から3枚の、キラーカードが出ました、ね。ちなみにですね、次回は5日ですね、クロアチア戦でございますね。なんとかね、今回決勝トーナメント戦でございますのでね、負けたらね、終わりという一発勝負でございますのでね、気を引き締めて頑張ってほしいなと思っております。で、私も個人的にはね、お知らせがございます。明日ですね、12月3日は私誕生日でございます。これもね、皆様のおかげをもちまして、僕のちみチャンネルはね、成り立っておりますので、よろしくお願いいたします。今後ともね、こういった開封動画や料理動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。